被害者とかね、民事もそうだけども、あんなでたらめね、
言ってね、また証拠持って本当にひどいやつ。その私からの手紙ってあなたに言ってください。それじゃあこれでちょっとあの移動中ですので、はいはいはい、それは分かる。また後でお願いします。いや、あなたが対応してください。私は、うん、あの関係ありませんので。いや、だけどあなたのブログにかあの載せてもらうんですよ。それはあなたの説明。それは私の自由ですから。いや、だからなそれを聞いてますよ。いや、それは、いや、後で話しましょう。もしやったら時間あの、あの、もしもし、石田さん、今日でもいいです。あのね、石田さん、石田さんでしょ。そうです、そうです。あの、迷惑ですから電話とかかけないでください。迷惑？お願いします。迷惑です。どういうことですか、迷惑ってのは。いや、あったら、道端であったらね、うん、こんにちはと挨拶しますけど、うん、それ以上、会話とか時間がもったいないので。入っちゃいけないよ、あなたは。いろいろありますから。いろいろあるのは分かる。あなたそれ政治家じゃなかった？違いますよ。だって政治家を目指してるでしょ。これあなたはだって政治を訴えてるんでしょ。そんなこと私目指してるって言ってませんから。だって政治団体で、あなたそれ選挙も必要するでしょ。だけどそうじゃなくて、あなた政治を訴えてるんでしょ。ねえ、私は自由ですから。いや、だからそれは自由よ。だけどもあなたの訴えてる中にそれ被害、その迷惑を被ってるものが出てるんですから、それあなた載せてるってことはあなたのその責任ですよ。私の、うん、今作った何だったか。え、私は言ってる。冤罪被害者を検察の犬だとか裁判所の回し者だと、そのようなことを言うようなやろが国会に向かう。こんなことは皆さん用意したようにないので、まさに冤罪被害者はどんだけ苦労して無罪を勝ち取るかと、こういうことでありながら、まさに何とかというやつは検察の犬だと。この二つ目を検察の犬だとか、それが政治家になるなるんじゃないと言えば、これは選挙妨害するんじゃない。実際の政治家を目指す人間がいかにデタラメなことをやっているかと、こういうことです。自分がデタラメなことをやっていながらそれを人のせいにする。そのためなんていうのは検察の回し者だと、まさに裁判所の犬だと、我々を売る人間だと、こういうことを冤罪被害者に向かって言ってる。これが CNN と言ってるその辺にいる人間です。これが正義だとか何だろうが、国民のみんなの生活のためだ、聞いちゃいけない。まさに私は街頭演説を邪魔してるわけじゃない。真実を皆さん聞いてください。私は決してそんなこと言ってない。そういうことを公的で機関にも訴えてる。しかし今選挙中だからそれらを消しているということです。私は単なる街頭演説を邪魔する私の先に来てる。そういうことです。人を落とし入れて本物を落とし入れる。それがごめんなさいね、うるさいでしょうけど、申し訳ありませんけども、ひどすぎるんで。私は冤罪被害者です。高裁で無罪を勝ち取った人間です。そういう人間を国会に行こうという人間が検察の犬だとか、まさに裁判所の回し者だとか、そういうことをインターネットで平気で流す、話しようったって逃げる、こんなものが国会に行くことを皆さんは応援しますか。私はまさにしらじらしいこと言ってやってるが、逃げてデタラメのことばっかり言ってる。こんなものがまさにです。私はデタラメを言ってるんじゃありません。本当に苦しめられてる人間の叫びです。そういうものがまた国会に行けばまたデタラメをする。そういうようなことは皆さん方が十分考えてください。一方的に、あ、ありがとう。いやだいやだ、もうそういうことしちゃダメよ。ああ、ばっか言っていけませんよ君。冤罪被害者、いや、いくら何